ビニシウス、ジョゼ・パイションで、オリベーラ・ジュニオールは、ブラジル・リオデジャネイロ州サンゴンサロ出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。ブラジル代表。ポジションはフォワード。2000年に、リオデジャネイロ州サンゴンサロで誕生。家は貧しかったが、5歳から後に所属する CR、フラメンゴの系列サッカースクールでフットサルを通して、技術を磨き。 10歳でフラメンゴの下部組織に入団した。フラメンゴでは常に年齢より上のカテゴリーでプレーし、13歳の時にはブラジル U-15 代表の招集も受けた。2017年1月にはコッパサンパウロジュニアサッカー選手権大会に16歳で参戦し、大会ベスト11に選出される活躍を見せて、今世紀最高の宝石、プレイスタイルから、 ニューネイマールと評されるようになる。翌月の南米 U-17 選手権でも得点王と大会 MVP に輝き、2017年5月にフラメンごとプロ契約を結び、5月13日のアトレチコミネーロ、1000で16歳10ヶ月でプロデビューを果たした。欧州の競合クラブも注目していることから5月23日、フラメンごと2022年まで、 契約延長し、医薬金は従来の3000万ユーロから4500万ユーロに引き上げられた矢先にレアルマドリードと CR フラメンゴはビニシウスの遺跡で合意に達した。遺跡金は従来のサッカー選手としては破格の4500万ユーロと報じられ、これはブラジル国内では歴代2位の記録となった。国際サッカー連盟は18歳未満の国外移籍を認めていないため、 正式な加入は、ビニシウスが18歳を迎える2018年7月からとなった。その後もフラメン語でプレーし、2017年8月10日のコパスダメリカーナのタイシーディ・パレスティーの戦でプロ初ゴールを記録。当初は2019年までフラメン語に残留する契約であったが、ロペテギシン監督の意向で加入が前倒しされ、二千十八年七月二十日、レアルマドリードにて、 入団会見を行った。入団セレモニーの際には、レアルマドリードの OB で、アンバサダーも務める元ブラジル代表のロナウドも、立ち会った。2018年夏のトップチームのプレシーズン遠征に、態度、インターナショナルチャンピオンズカップ2018の大、マンチェスターユナイテッド戦でデビュー。まだ年少であることや高額な遺跡金のプレッシャーに、さらされないように、 監督のフレン・ロッペテギの意向などにより2018から2019シーズンはトップチームの練習に参加しつつ B チームに当たるカスティージャに登録された。カスティージャでは第2節のアトレティコ・マドリード B 戦で2ゴールを挙げてレアル・マドリードでの公式戦初ゴールを記録した。その後も3部のカスティージャでは圧巻のプレーを見せておりトップチームの 第7節のタイアトレティコマドリードとのマドリードダービーで後半88分から出場、わずか数分の出場だったがトップチームデビューを果たした。その後はトップチームに招集を受けるが終了間際の出場が多く本領発揮には至らなかったが2018年10月29日にロペテギが成績不振により解任されると カスティージャの監督であったサンチャゴ・ソラーリが暫定監督に就任。直後のコパデルレイ4回戦のタイユーディ・メリリア戦で先発出場。11月3日に行われた第11節のタイレアル・バリアドリード戦の後半73分から途中出場83分にビニシウスのクロスが相手選手に当たってゴールに吸い込まれ6戦未勝利と不信を極めるチームを 救うき爆くとなった。2019から20シーズン、エデン・アザールの加入を受け本来のポジションでの出場機会を減らしたものの、2020年3月1日の FC バルセロナとのエルクラシコでは、決勝点となる先制点を決め、最大のライバルからリーグ戦で約4年ぶりとなる勝利に貢献した。このゴールは、リオネル・メッシを上回る21世紀に行われた。 エルクラシコでの史上最年少ゴールであった。2021年8月22日、第2節のレバンテ戦では2得点の活躍を見せた。ブラジル代表として、各年代でプレーし、2017年2月、南米 U-17 選手権に出場し、チームを優勝に導き、自身も7得点を記録した。国際 A マッチ6試合0得点。ありがとうございます。